パシャパシャー、どうも朝倉海です。ということで、ちょっとですね、ちょっと待って、ちょっと水ついでいいですか。ちょっとウォーターサーバーで。どうも皆さん、おはようございます。おはようございます。まあちょっとね、タイトルの通りなんですよね。タイトルを、僕のこの今配信タイトルを見てもらえばわかるんですけど、その前にこの話しようかな。あれなんですよ、配信リクエストっていうのがなんかめっちゃ来るんですよ。なんかニコニコで配信リクエストっていうのがなんかめっちゃ来てね。だからなんか配信リクエストいっぱい来るから、やっぱ皆さんのね、要望にお答えしようかなっていう気持ちもあって、ちょっとニコ生やってるんですけど、ちょくちょく、そんな感じですね。タイトルの通りなんですけど、ちょっと大谷翔平について、ちょっとね、皆さんに教えてほしいなと思いまして、はい。皆さん、コメントがないんですけど、気のせいですかね。ちなみに今裏でなんか誰がやってるんでしょうか。ちくわちゃんランキングとか今どんな感じなんだろうね。誰か他にやってんですか。まあいちいち俺見てないですからね、そんなちくわランキングとか配信してる時に。昔はね、ちくわちゃんランキングとか気にしてましたけど、今全く見てないっすわ。アワード王、3時、サッカー、何ですかそれ。そこら辺が上位ってこと？何アワード王って。そう、3時さんがアワード王っていうなんか企画みたいなことやってるってこと？知らないけど。あ、ポンさん今やってるんですか？はい。そんなこんなで、そういうことはいいんだけど、とりあえずタイトルのお話をします。皆さん、大谷翔平っているじゃないですか。で、皆さんね、知ってると思うんですけど、有名なんで。ニコニコ運営が決めたアワードの、っていうのをやってるのよくわかんないけど。とりあえずですね、タイトルなんですけど、野球興味あるの？興味ないっす。僕野球興味ないし、全然詳しくないから、だから皆さんにちょっとね、教えてほしいなと思いまして。今なんか世間だとなんか大谷翔平って、なんかすごい騒がれてるというか、今、大スター扱いされてるじゃないですか。でも僕は野球あんま詳しくないから、大谷翔平ってどれぐらいすごいのかっていうのを皆さんにちょっと聞きたいんですよ。まあ、ただそれだけなんですけど。おはようございます。はい。大谷翔平ってどんだけすごいの？今、年俸いくらぐらいなんすか？あの人。すごい、まあ、すごいのはわかんだけど、どれぐらいもらってんの？今。年俸いくらぐらいなんすか？大谷翔平って。まあ、多分とてつもない金額なんでしょ。85億80億ぐらい。まあ、相性だから、大谷翔平って相性、日本の野球じゃなくてメジャー行ってるんでしょ、多分。だから、円安、円高によっても、こう、ほら、だその年俸いくらってのは、要するにその、なんだ、日本円換算での多分、年俸だと思うので、そうそう。だから、円高の時と円安の時だと、その、日本円換算でね、あっちのね、海外でもらったお金が、例えば、なんていうの、例えば同じ、
同じ1ドルでもね、円安の時にもらうのと円高の時にもらうのは全然違うし、でそれで多分こういうのって日本円換算で多分言われると思うので、そう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 。で今ちょっと一昔よりちょっと円安になってきてますからね。うん。80億ぐらいとかなんすか？80とか85億とか。はぁ、すごいっすね。それでさ、その、まあ、大谷翔平ってどれぐらいすごいんすか？例えば、俺ほんと野球にわかなんすけど、メジャー行ってるわけでしょ？で、過去に日本人でメジャー行った人で有名な人、俺が知ってる人だと、例えばイチローとか、じゃないですか。イチローとか松井秀喜とかね。うん。イチローとか松井秀喜とどっちがすごいんですか？その、稼いだ金額とかで言うと、なんか円安円高とかが多分関わってくるので、日本円換算で言われそうだから。だからその実力的な面で、あ、そうだ、新庄もいたね。そう、新庄敦志。うん。その、稼ぐ金額だとさ、円安円高とかが、こう、関わってくるじゃん。あっちのそうか。円安円高、日本円換算じゃなく、ドル換算で、やればあれか。公平なあれになるかな。イチローもザコ、え、マジで？え、なに？イチローとかよりも全然すごいってこと？大谷翔平って。嘘でしょ？え、イチローってめちゃめちゃすごいやん、だって。そもそも二刀流がおかしい。え、二刀流ってどういうこと？何？ピッチャーとキャッチャー両方できるってこと？な、二刀流って何すか？大谷10年契約で300億？え、でもそしたら1年換算30億になっちゃうじゃん。え、何？二刀流が他にないってどういうこと？え、何？ピッチャーとキャッチャー両方やってるってこと？わかんないけど。え、二刀流ってどういうこと？え、バットを二つ持って、ね、打つわけじゃないですよ。そんな、ロノノアゾロみたいなことじゃないでしょな。ワンピースのさ、こう、普通剣って一つでこう振り回すじゃん。で、なんか、まあ二刀流で戦う人もなんか漫画の世界とかではいるじゃん、多分。でもさ、その漫画の世界のなんか想像をさらに超えて、ロノノアゾロって、両手にこう刀持ってさらに口に加えて、三刀流とかってさ、あんなの絶対口に加えない方が、さ、絶対強いのに、普通に考えたら。でも、漫画の世界だからそれが強いとかっていう感じになっちゃうわけじゃん。うん。え、なに？じゃあ、よくわかんないけど、え、なに？大谷翔平って両手でバット二つ持ってんの？ないそれ。だから、野球界のロノノアゾロじゃん、そんなの。違うの。うん。ピッチャーと指名打者。え、どういう意味がわかんない。それ、ピッチャーと指名打者ってどういうことですか？え、その二刀流の意味がわかんない。俺、本当にわかんないからね。俺、コメント稼ぎとかじゃなくて、俺、本当にわかんないからね。うん。自分で投げて自分で取る？え、何？自分で投げて自分で取るってあれ、孫悟空みたいな感じ？ほら、孫悟空がさ、ナメック星に行くときに、ブルマの父ちゃんの、ブリーフ博士に、重力装置をこう、開発させてもらうじゃん。ナメック星に行く宇宙船の中で、重力装置、最大 100G の、100倍の重力を、こう、の機械をさ、やってもらってさ、で、最後さ、なんか100倍の重力、の修行を終えた時にさ、なんかさ、こう宇宙船のなんかこう下のなんかこうほら、なんていうの？下の床のなんかこう破片みたいなのをさ、持ってさ、こうやって、パシューってこう投げたやつをさ、なんかこうすぐにこう回り込んで、パーンつって取って、自分で投げたやつをこう自分で取るじゃん。カリー、強い、カリーゾーみたいな。まるでオラがいねえみてえだみたいな。ねえ。そういうやつ。え、大谷翔平ってあれができんの？
自分で投げたやつをこうパシって回り込んで取んの？ドラゴンボールの世界じゃん。マジかよ。じゃあ何？ロロノアゾロと、ロロノアゾロとあれか、孫悟空みたいなことができるってこと？それはすごいわ。それは大谷翔平すごいわ。マジかよ。ええー、そんなことできんの？ロロノアゾロと、孫悟空の二刀流ってことか、すごすぎんだろ、それ。マジか。てか、ま、てか、本当は何なんすか？本当は何なの？これ本当にわかんないんだけど。うん。本当はどういう意味？二刀流ってどういうこと？うん。エースで4番？あ、それはすごいのわかる。あ、マジっすか？ 4 番がすごいのはわかるよ。うん。松井とか4番だったよね。あの、日本だと。ジャイアンツでは4番だったよね。あの、メジャー行ってから4番じゃないだろうけど。野球で4番ってのはめちゃめちゃ、ね、あの、実力がある人ってのはわかる。え、じゃない、メジャー行っても、大谷翔平って4番なの？だって4番がエースの人ってことでしょ？ピッチャーと打者両方いける。じゃあ俺が最初に言ってたのと合ってるじゃん！ね？ピッチャーとね、ピッチャーとね、バッター両方いけるって俺が言ったので合ってるじゃねえかよ。最初俺それ言ってたのに、なんかコメントでそういうことだよって言ってない、みんな言ってないじゃん。うん。3番だけど。あ、俺ね、野球とかあんま詳しくないけど、4番が一番すごいのは知ってる。なんでかわかるよ。だから要するに、あれでしょ？まず、まあ、たーたたーたたたたたたみたいな感じで、まず、一番の打者だと、ね、一番のバッターだとね、こうやって、カーンつってパキーンつって、仮にホームランとか打ったとするじゃん。仮にホームランとか打っても、その、自分一人しか、その、点数になんないじゃん。もう、ホームランとかなったら、もう別に、もう、あとはウィニングランなわけじゃないですか。その、一塁打、二塁打、三塁打、四塁打っていうのかな。四塁打まで行くと、ね、これで一点入るわけじゃん。ね。で、自分が一番バッターだったら、パキーンって打って、で、ホームランだったらもう確実にそれを回れるわけじゃん。で、回れて、でも、自分しか回れないわけだから、一点しかなんないわけよ。ホームランだ、なってもね。で、二番、ね、一番バッターがカギーって言って、仮に一塁打とかに留まっても、で、二番バッターで、ま、これでホームラン、カギーって言って、言ったら、で、そしたら、ね、この一塁打、一番最初に打った一塁打の人と自分が全部回れて、これ2点になるわけじゃん。ね。だから、4番って強いんだよね。だから、あの、もしね、もし、その1番、2番、3番の人が、ね、こうやって一塁打、二塁打、三塁打にいたら、で、そこで4番で、ね、4番で、これ、カギーって打ったら、もう、その、4点入ることが確定するわけじゃん。一塁打、二塁打、三塁打にいて、さらに自分がこう回れるから、みたいな。で、野球ってね、スリーアウトかな？スリーアウトされると、それを、スリーアウトを3回されると、相手のね、攻守が入れ替わって、相手のターンになっちゃうから、ね。相手のターンになっちゃうから、ね。俺のターン、ドローみたいな、相手のターンになっちゃうから、ね。だから、4番が一番重宝されるんだよね。だから4番が一番強い人、打つのが上手い人がいいわけでしょ？うん。3回ね、スリーアウト3回取るともう相手の攻守が変わっちゃうから、うん。で、4番って結構いい位置なんですよ。そんな3回連続、スリーアウトって多分可能性的にそこまでないし、で、それでいて、なんだ。うん。1、2、3って仮にその、1塁打、2塁打、3塁打にいた時に、4番がホームラン打ってくれれば、ね。それで、あれですよ。それで、点数がドカっていくから、だから4番っていいのは知ってる。それ、4番がだから、ね、2つの意味で、ね。その、あんまり3アウトが3連続で来る確率も低いし、で、それでいて、こう、ね、点数が入りやすいから、だから4番ね、野球のね、勝つ定石として、4番にすげえ打つのが上手い人を、立たせることによって、めちゃめちゃ野球は有利になるってのを知ってる。うん。それぐらいの知識はあります。
で、で、大谷翔平って、何、ピッチャーとキャッチャーじゃない。いいのか。ピッチャーとキャッチャー両方やれるってこと。基本的にはなんかどっちかに特化するわけでしょ。だから俺が知ってる有名な人で行くと、例えば松井とか一郎はバッターですよね。であとは、じゃあ有名なピッチャーで言うと、例えば松坂大輔とか、それはもうピッチャーの方じゃないですか。で、どっちかに特化した練習をした方が、いいわけじゃん。うん。だって、ピッチャーとバッター両方の時間をしたら、例えば、同じ1時間の練習をしても、それを例えば30分でやったら、なんかその、それを1時間の練習だとしても、ピッチャーの練習30分、バッターの練習30分だったら、例えば、バッターやるときに、ね、30分しか練習できない。それだったら、ね、例えばじゃあ自分はもうピッチャーの練習を1時間やるとしたら、もうピッチャーの練習が1時間やれるわけだから、で、それでいて役割分担をね、した方が、その同じチームのね、うん。だからもう、なんか、そっちの方がうまくいくよねっていう、その、このお前はもうピッチャーの練習だけしろってやった方が、これはチームとして考えたら強くなるわけじゃん。そうでしょ？まあこれはだから医者とかもそうだよね。医者とかもなんかこういろいろあるわけじゃん。なんか外科とか内科とかさ、そういうものに特化した方がその病気をに詳しくなるし、うん、すごいなんかその道のプロになった方が効率がいいっていうか、ちゃんといい手術ができるというか、うん、まあそういうのはわかる。でも大谷翔平はそれをね。まあ要するに医者で言うと内科と外科両方ともめっちゃすごいよみたいな、めっちゃ極めちゃってるよ、両方ともしかもそれでトップクラスに強いよっていう状態なんだ。へえ。あ、そうなんだ。マジか。なるほどね。でもさ、大谷翔平ってじゃあさ。俺とどっちが上手いの野球。た俺ワンチャン勝てると思うんだけど。うん。いや、俺野球そんなやったことないよ。そんなっていうかやったことないのよ。俺野球そんなっていうか一度もやったことない。まあ、正確に言うと、じゃあそんなやったことないってなんで今言ったかっていうと、じゃあやったことないんだったらやったことないって言い切ればいいじゃん。でもなんでそんなやったことないって今言ったかっていうと、野球自体はマジで一回もやったことないのよ。生まれてこの方。これガチで。でも、じゃあ、ちょっとだけ野球をかじったことはあるの。かじったっていうか、ちょっとだけやったことあるの。矛盾してないですよ。あれなんですよ。バッティングセンターあるじゃん。バッティングセンターには何回か行ったことあるのよ。で、あれも野球っちゃ野球じゃない、あれも。ね。うん。ちゃんとした試合みたいな野球って俺一度もやったことないんだけど、バッティングセンターだったら、なんか何回か行ったことはあるんですよ。だからまあ、あれも野球っちゃ野球だろうから、まあ、ちょっとだけやったことあるのね。そのバッティングセンターだけだけど。ちゃんとした試合とかはやったことないし、ルールとかあんま詳しくは知らないんだけど、なんとなくはわかるけどね。うん。でもさ、大谷翔平に俺が勝つことだってあるわけだよね。いや、それはマジであると思うよ。うん。大谷翔平と野球勝負して、全く確実に勝てないわけではないですよ。うん。いや、あるでしょ。だってさ、ね。いや、それはね、例えば100回やって、ね。例えば100回やってどっちが、ボールをね、じゃあバッターの方でいいですよ。100回、ね、同じ球を、が来て、で、それを100回、ね、大谷翔平が100発100中で当てられるわけないじゃん。さすがに。うん。世の中打率ってものがありますからね。うん、まあ、でも俺これね、野球、これもちょっと知ってるんだけど、例えばさ、バントみたいなやつの方が打率は上がるけど、でもまあ、いい当たりじゃなくなるわけじゃん。いい当たりをね、もうホームランみたいなね、やつって、当たると、ちゃんとね、クリーンヒットすれば、すごいいい打ち方になるわけじゃん。いい打ち方？で、まあ、要するにその、ホームランとか狙えるような打ち方をすると、それで、もう本当クリーンヒットすると、本当に野球としてめちゃめちゃ有利なんだけど、でもそういう打ち方をすると大振りになってしまうから、力の入ったものになるから、そうすると打率が落ちるんですよね。ヒットの割合が落ちるの。俺意外と知ってるでしょ。ね。うん。で、そのさ、例えばさ、
じゃあ、大谷翔平がね、100回同じ球をもらって、ね。で、それを、カキーンってこう、カキーンってこう打つとするじゃん。ね。うん。カキーンって、ホームランをね、ホームランを狙、100回ホームランを狙った打ち方をし、して、で、そしたら、100発100中なわけないじゃん。絶対にね、スカることだってあるわけじゃん。そしたら、俺も100回打てば、ね、100回中何回かは、カキーンって、大谷翔平はスカっても、俺はカキーンって打てることもあるわけじゃん。そうでしょ？そう考えたら、ね、うん。そう考えたら、確率上、俺が勝つことだってあるんですよ。うん。ある程度のヒットを、ね、ある程度のヒットをこうなんか打つときだってあるわけじゃないですか。俺だって絶対に。で、大谷翔平だってね、だから100回ね、毎回一発勝負のね、100回勝負とかやったら、100回中何回かは絶対俺が勝つんですよ。そうでしょ？野球ってそういう世界だから。うん。そうでしょ？だから、麻雀のプロと一緒だよ。麻雀のプロだってね、ある程度麻雀のね、ある程度麻雀のルールを理解してる人だったら、麻雀のプロに勝つことだってあるわけだ。あれ、運要素もあるから。うん。もちろん、この駒が来て、で、相手がこうね、対局してる人たちが、あ、この駒を捨てたから多分相手はこういう、この駒がいらないってことは、とか、なんかいろいろ計算するわけじゃん。で、駒っていうのは4個しかなくて、みたいな。そういう確率の話をして、あ、これが最善の手で、ね、これを打ったら勝ちやすい、上がりやすい、みたいなさ。まあ、麻雀のプロはそこまで計算するから、ね、それは何回も何回もやれば、確率上麻雀のプロの方が有利だよねって話で、でも、結局、麻雀のプロだって、結局、駒を引くのは、ね、いくら計算しても運的なところもあるから、うん。だから、麻雀のプロだって、100回やって100回勝てるわけじゃないじゃん。素人に。まあ、素人って言っても、あれだよ。ある程度、最低限のこう、麻雀のルールを理解してる人だよ。うん。そうでしょ。そういう世界じゃん。麻雀も野球も、そういう運的要素も、必ずあるものだから。だから、大谷翔平だって、俺に100回やって100回勝てないくせに、あいつ800万ももら、800億ももらってんのか、年俸。ふざけんなよ、マジでよ、この野郎。800億ももらってんだったら、俺に100回中100回勝てよなあ。お前絶対勝てないだろ、100回中100回俺によ。100回やったら、何回か俺に絶対か、俺の方が絶対勝つからね。申し訳ないけど。俺に、いやね、俺、ど素人ですよ。野球なんかやったことないからね、バッティングセンターで何回か打ったことあるだけだからね、こんな野球やったうちに入んないわ、はっきり言って。それがね、年俸、80億だっけ ?80 億ももらってるやつがさ、ね、俺に100回、中100回も勝てないくせに、ね。100回やったら何回か絶対俺勝つもん。そんな、100発100中で素人の俺に勝てないくせに、なんであいつが1年で80億ももらってんだ、許せねえよ許せねえよ、マジで。あいつがさ、ね、80億もら、ね、1年で80億もらってるんだったら、ね、100回やったら多分、10回ぐらい俺勝つんですよ。だったら、ね、100回のうちの10回俺が勝つんだったら、その、100回のうちの10回って 10% なわけじゃん。じゃあ、お前の80億の年俸の 10%、8億を俺によこせよなあ。許せねえよ。なんかもう世の中さ、そんなもんなんですよね、結局。うん。大谷翔平とか今すごいなんかさ、大谷翔平とかめちゃめちゃなんかこうスター扱いされてるけどさ、ね？ 100 回やって俺に、絶対100回俺に勝てないくせに、ね？ 80 億ももらったらさ、ど素人の俺にさ、100発100中で勝ってもいいぐらいじゃん、そんなの。それ、俺に100回中100回も勝てないくせに、80億もらうんだよ、1年で。許せねえよ、こんなの。いや、100回やったら10回ぐらい勝つでしょ。うん。100回やったら10回ぐらい俺勝つって。うん。まあ10回いけなくても5回ぐらい勝つんじゃない ?5 回ぐらいは。うん。でもさ、世の中って、
ほんと、そんなもんだよね。これ俺昔から言ってるけどさ、例えば大谷翔平もそうだけど、あんなの人よりもうまくボールを投げれたり、人よりもうまく、ボールを打てたりするだけでそんな稼げるんですよ。で、この野球ってゲーム、まあもちろんバスケットボールとか、ね、サッカーとかもそうだけど、なんか人がなんかいつの間にか決めたなんか球技じゃん。人がなんかいつそんなのをね、そういうルールを作ったのか知らないけど、そういうゲームを作ったのか知らないけど、なんか人が適当に作ったゲームじゃん。それがなんか定着して、で、それを人よりうまくそのゲームをできるだけで、ね、そんなにアホみたいに稼げるんですよ。一般のサラリーマンの何倍ですかってぐらい稼げるんですよ。思わない。世の中そんなもんなんだよね。だって大谷翔平だって野球っていうゲームが世の中に定着しなければ、まあもう、なんだったらもう多分そこら辺のサラリーマンだったかもしんないし、ね。もうさらに言えば俺みたいなネットこじきだったかもしれないわけじゃん。路頭に迷って。そうでしょ。世の中に野球っていうゲームが定着して、で、大谷翔平がそこに目をつけて、ね。そしたらなんか人よりうまくできちゃったよねっていうんで、ああ、じゃあ自分この野球の道行こうかなって、なんかそれで、なんかちょっとそのまま、その野球をやってたら、なんかいつの間にか80億円になったみたいな、そんな世界ですよ、皆さん。この中に野球とかバスケットボールとかサッカーとか、このね、まあ有名どころで言うこの3競技。まあ他にもテニスとかいろいろあるけど、まあ有名なところで言うとここら辺有名じゃないですか。まあ、有名っていうか別にテニスとかだってみんな知ってるけど。で、こういう、あれですよ。タイガー・ウッズとかね、もう結構昔の人かもしれないけど、タイガー・ウッズとかもすごい稼いでたわけじゃん。ねえ。ゴルフで。ああいう球技みたいなものがなかったら、タイガー・ウッズだろうが、大谷翔平だろうが、なんだろうが、もうただの一般人だったわけですよ。この球技っていうものが世の中に定着しなければ。そして球技というものが、こんだけ、ね、稼げる世界になんなければさ。あるからやるんだろう、わら。お前その言葉。お前その吐いた言葉よく覚えときゃ、てめえ、こんな野郎。おい。あるからやるんだろうって今コメントしたやついるよな。お前その言葉ちゃんと覚えとけよ。な。野球を、ね。野球を、今世の中に確かにあるよ。野球っていうものがある。で、野球は確かに稼げる。ね。だからやるんだろうってことだろ。そうだよな、お前な。じゃあさ、その理論で言ったらさ、ネットこじきだって、実際ネットこじきすげえ稼げるやつっているんだよ。じゃあ、ネットこじきだってあるからやるんじゃないの？そうでしょ？なんか、みんなさ、ね、そんな適当なね、適当にただ例えば雑談するだけで、なんかアホみたいに投げ銭する人とかいて、で、そんなことしてないで働けとか、いうやつとかいんの？例えばね、この前もちょっと話したけど、今月のふわっちで一番稼いでるやつ、すごいんですよ。たった一人の爆投げがいるんだけど、たった一人の富豪の爆投げで、今月3300万ぐらい投げられてんの、今もう。その人、もう、1600万とか稼いでるんだよ。今月、1ヶ月で。あ、そうそう、今コメントであります。辛味酒まゆさんっていう方がいるんですけど、これ嘘じゃないからね。今月3300万ぐらい投げられてる。で、それの半分ぐらいもらえるから、多分1000、まあ、半分ちょっといかないぐらいなんだけど、だから1500、600万ぐらい稼いでんのよ。で、プラスマンスリー1位の賞金ってのがあるから、プラス100万入ってくるから、そんだけ稼いでる。ね。しかもその人が何やってるかっていうと、ただラジオ配信で適当に喋ってるだけなのよ。俺見たけど。毎回ラジオ配信でただ適当に喋ってるだけ。でも一人の爆投げがあるから稼げてる。フォロワーだって1000人ぐらいしかいない。ね。なんでその人が稼げてるか。たった一人の富豪が爆投げしてるから。ただそれだけなんですよ。じゃあ、こう、そういう例もあるわけですよ。で、そういうね、まあもちろんそれ以外にも、そこまでいかなくても何百万とか稼いでる人もいるわけじゃん。一部の人の投げ銭でね。それだって結局、稼げるからやってるわけじゃん。結局は。そうでしょ。そうでしょ。
じゃあ、ネットのね、そうやって、こじきみたいなのも、あれですよ。稼げるから、ネットこじきってのがあって、稼げるからやるわけじゃん。それと一緒じゃない？ね。大谷は、大谷翔平は野球っていう稼げるものが世の中にあるからやってるわけや。うん。っていうことでしょ？なんかさっきのコメントの人が言いたいのは。じゃあ、ネット配信で投げ銭をもらうのも、別に大したことやってなくても、一部の富豪に気に入られれば、ドカって稼げちゃうよねっていうね、実際それで稼げちゃう人がいるよねっていう話じゃん。うん。で、それで、なんかあんなただ喋ってるだけで、ね、何もやってないのにあんだけ稼いで、ふざけんなとかって言う人もいるんですよ。でも、それだって、稼げちゃうから、そういう可能性があるからやってるだけで。そうでしょ？そうでしょ？あるからやるとか言い出したらもう全部そうじゃない？何でもそうだよ。うん。はん。はん。あ、そういえば昨日奈良原くんが配信してたよね。あんましないんでしょ、奈良原くんって。いや、俺見てないんですけど、見てないんだけど、やってるのは知ってる。うん。どういう、なんか、宇津原くんみたいなタイトルだったでしょ、多分。うん。見てはいないですけどね。見てはいないんですけど。いや、違うんだよ。いや、俺ね、一応、奈良原くんのことフォローしてるんだよ。ニコニコのアカウントで。で、それで、なんか、配信通知のなんか通知設定とか、なんかよくわかんなくて、まあ、調べてないんですよ。なんか、フォローしただけで配信通知来んのよ。うん。別に、通知オンに したいわけじゃないんだけど、なんかその通知設定とかをよく見てないのよ。その、どうやったら通知が来るかみたいな。でも、フォローしたらなんか通知来るようになってるから、うん。そしたら、俺昨日スマホ見てたのよ。家で。そしたら、宇津原くんみたいな、なんかタイトルで、奈良原くんが配信したよみたいな感じで、配信通知が来たわけですよ。まあ、でも中は見てないよ。まあ、だからそのタイトルだけ知ってんの、スマホその通知が来た時見てたから。でも、別に、一秒も見てないけどね。一秒も見てないけど。うん。はい。なぜ外さん？まあ一応フォローだけしとこうかなと思って。まあ通知はいらないんだけどね。別に見ないから。ほら、今、佐田さんの通知来た。ほら。まあみんなには見えてないか。うん。図鑑イベントどうのこうのって今、佐田さんの通知が来たよ。だからフォローしてる人のなんか通知来ちゃうんだよ、これなんか。うん。そう。ああ、とっと。じゃあ、通知が来ちゃうだけで別に中は見てないんだけど。うん。はぁ。はぁ。佐田、関慎吾さんは面白くない。そんなこと言わないでしょ、佐田さん、多分。まあでも別に俺の配信は面白くないけどね。だって俺本気で配信やってないもん。まあ、俺の配信が面白くないってのは正論だけど、多分佐田さんそんなこと言わないんじゃない？わかんないけど。俺の配信が面白くないと思っても多分それを口に出さないタイプだから。わかんないけど。うん。佐田に電話してみて。電話して何話すの別に。いや、なんて言うんだろう、あれ。ちなみに今これスマホで配信してるから、そう。これ配信中に、通話できないんですよ。ちなみに。うん。まあ、パソコンにね、配信切り替えて、やれば別にできなくはないけど、うん、別に話したところで別に話すことないしな。なんかそんなわざわざ配信を切り替えてまで話すことないっていうか。うん。関慎吾は滑舌が悪くて言葉が聞き取れない、佐田。いや、それ絶対言ってない。絶対佐田さん言ってないと思うけど、それはさすがに突っ込みどころが。いや、佐田さんが一番聞き取りづらいわ。佐田さんが一番何言ってるかわかんないわ。う
一番滑舌っていうか、なんて言うんだろう。なんか、どもる、あれ、滑舌とは言わないのかな。なんか、どもるじゃん。みたいな。なんか、しんごさんが、みたいな、なんかわかんないけど。あれ、どもる、なんて言うんだろう。滑舌とは言わないんじゃない、わかんないけど。なんて言うんだろう。どもるっていうのかな。なんて言ってるかわかんないけど。滑舌とかじゃないよね、あれ、多分ね。うん。え、なんて読むの？それ、同音じゃない？なんて読むの？あ、そういうのを、なんとか音って言うんだ。うん。あ、きつ音っていうの？なに？みたいな、なんか、詰まる感じ？しんごさんが、みたいな感じで、こうなんか、そういう感じで詰まることを、同音って言うんだ。あ、そうなの？初めて知った、それ。へぇー。あ、そうなんや。サダは彼女と楽しくやってる。サダさんって彼女できたんですか？サダさんって彼女できたの？そうなの？彼女はネット上にこう顔とか出してんの？前なんか、すごいカイデーな人となんか、風呂配信みたいなしてたよね。うん。もう結構前だけど。どんぐらいも、下手したら1年ぐらい前かな。あやかし？あれ？あやかしって人が何？彼女なの？あれ？あやかしってあれじゃない？いや、合ってるかわかんないけど、なんか緑さんとやった人？違うか？なんか緑さんとやったのを暴露した人じゃない？違うかな？間違ってたらごめんなさい。なんか緑さんとやってるのを、なんか暴露した人でしょ？多分。で、なんかそれで、なんか、緑さんが、なんか、それを認めて、なんか、自分は、なんか、ぽっちゃりが好きでとか、なんとか言ってた人じゃないの？違うの？間違ってたらごめんなさい。合ってる？合ってる？いや、合ってるか。いや、俺、見てないのよ。緑さんの配信も見てないんだけど、ツイッターでね、ツイッターで回ってくるんですよ。ツイッターで、なんか、すごい、ほら、ニコ生界隈の人、俺結構フォローしてるから、ツイッター。だから、そういう人がさ、なんか、なんか、ツイッターって動画上げれるじゃん。その切り抜きで、動画を、こう、なんかこう、アップして、で、あとツイートでこう、説明付きで、そういうのが結構回ってきたから、見てないアピール。いや、だから、本当に見てない。だから、なんでわざわざこの見てないアピールするかっていうと、あれなんですよ。詳しく知らないよっていう話。うん。詳しく知りませんよっていう話。それを伝えたいの。あんまりね、ちゃんと見てないから詳しくは知りませんけど、そこの切り抜き部分の情報は知ってますよって。で、そのね、切り抜き部分の、まあだから、ね、その、例えば、配信でね、例えば1時間枠があったとして、切り抜きなんて本当1分、2分、3分の話じゃない。うん。で、その、1時間見た、ね、その1枠の1時間を全て見た人と、ね、そこの、抜粋された1分、2分、3分の動画を見るんだったら、その、一つの情報に対しても、その、なんだ。ちゃんとしたね。ちゃんとその1時間枠を見た人の情報量ではないじゃん。そこまで知らないじゃん。1分だけだと、そこの部分の情報しかわかんないから、だから、にわかですよっていう話。1時間見た人に比べたら。だから、ね。そこの部分だけしか俺は知らないし、そこの部分だけを知って話してるから。うん。だから1時間見た人からしたら、ね。いや、なんかお前にわかだなとか、そこだ、なんか、そこに至るまでのね、その1分、2分を見た、俺の情報だけだと、その、イメージ操作もできるわけじゃん。なんかこう、都合のいい、都合の悪い、なんかこう、切り抜きとかされたら、なんかその前後のね、文脈みたいなものがあるから、前後の。経緯とか、そういうもの、端折ってるから、そこの、なんか前後のところを見たら、なんかその1分、2分の部分も、なんか、本当はなんかイメージが変わるとか、なんかそういうね、そういうのあるじゃん。うん。でも俺はその切り抜きの、ね、1分2分しか見てないから、1時間見た人ほど、なんかそう詳しくないよっていう、だからそういうイメージとかもなんかそういう完璧にわかんないよみたいな。うん。そういう話。本当にだから、そういうので見てるだけなんで。そう。慎吾なんか声変わった。ああ、あれじゃないですか。スマホで今配信してるんで、あ、でも最近スマホ配信ばっかだけど。なんかその、使うマイクによっても多少変わるんじゃない？まあ、大体一緒だったと思うけど。
あ、声変わったでさ、思い出したけどさ、浜崎あゆみすごいよね。知ってる？まあ今更なんだけど、浜崎あゆみさ、姿も声も今めちゃめちゃ違うよね。マジで別人なんじゃないのかなと思うぐらい。うん。なんか、声までか、ね、姿と声両方変わるってすごくない？マジで別人だよね、今ね、本当に。うん。びっくりするぐらい姿も声も、両方ともめっちゃ変わってるんだけど。なんだろう、なんかその、元の、浜崎あゆみって歌声ってさ、めっちゃ高いんですよ。うん。だから多分、声域、音域が広いんだろうね。なんて言うんだっけ。低い声も高い声も出せるよっていうのなんて言うんだっけ。声域が高いって言うんだっけ。そのほら、低い声も高い声も出せる。まあ、この音域じゃない、なんだい、声域だっけ、なんだっけ。が、広いというか。なんて言うんだっけ、それ。声域じゃなくて。うん。浜崎あゆみって、地声は結構低いの。結構低いし、ちょっとガラガラ声も入ってるぐらいの、なんか結構低いんだよね。でも歌うとめちゃめちゃ高い声出せんだよね、あの人ね。うん。でも、地声低いじゃん、普通に喋ってる時に。別に高くはないと思うのよ。うん。でも、今の浜崎あゆみって、地声がもう高くなってんだよね。だから、すごい別人に見える。で、どっちかっていうと、その、女の子としては多分声が低いよりも地声も高い方が多分どっちかっていうといい気がするんだけど、まあ好みもあると思うんだけど、今地声が高くなってるんですよね。だから今の方がある意味地声はいいのかなって思うんだけど、でも元のね、あの声がもうちょい低い浜崎あゆみを知ってるから、地声の。で、あの時の浜崎あゆみがやっぱ輝いてたから、なんか違和感あんだよね。なんか高くなったよりやっぱ昔の低い声の方がいいよねってなんか思っちゃうんだよね。この話どうでもいいかな。いやでもね、ほんと浜崎あゆみってめっちゃ変わったよな。ほんとエドワード・ファーロングみたいなもんだよね。浜崎あゆみエドワード・ファーロングみたいな感じだよ。エドワード・ファーロングってわかります？皆さん、あの、ターミネーター、そうそう、ターミネーター2のジョン・コナー役、あの子供。うん。ターミネーター2のジョン・コナー役の人ですよ。あの、ちっちゃい頃マジで超イケメンだったじゃないですか。でも、大人になってめっちゃ太って、なんかほんと別人みたいになったみたいな。うん。ふんふん。そう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 。ふん。いやー、ほんとね。イノシシイカって何？ちょっと待ってよ。こんな赤い服着ててイノシシとか言うのやめてください。ちょっと待ってください。イノシシ突進してくるじゃん。イノシシってさ、あの赤いものを見るとさ、なんか闘争心が、なんかすごくこう湧き出ちゃって赤いものに突進していくんだから、俺めっちゃ今赤い服なんだけど、めっちゃもう赤いやん今。イノシシとか今目の前にイノシシ来たらマジ突進してくるよ本当に。うん、俺に突進してくるなんて、俺のアンチかイノシシかぐらい突進してくるよ本当に。うん、マジで。うん、アンチとねイノシシはね今すごい突進してくるわ、目の前にいたら。こんな赤い服着てたらね。うん、闘牛やれ。あ、闘牛配信って確かに盛り上がるかもね。今まで配信でやったことある人いないんじゃない？多分。生配信で闘牛ってやったことある人いないんじゃない？下手したら。俺が知ってる中ではいないぞ。うん。YouTuber とかでも下手したらいないんじゃないのかな。でもさ、闘牛配信ってできるの？一般人が。だって、あれ、下手したらあれ、死ぬかもしんなくない？あれ、わかんない。ミスったらさ、あんなさ、闘牛なんてあれだって、何キロあるんだよ。あんな、
あんな、と、ね、何キロ体重あるかよくわかんないけど、まあ、結構重いと思うんですよ。あんなのがさ、全力でさ、突進してきてるのをさ、うまくかわせないで、もろに、しかも角とかあるじゃん。あんなの、もろにあんなのが角あってさ、突進してきたらさ、え、マジで、ナメック星のクリリンみたいになっちゃうよ、本当に。うん。あの、フリーザ第二形態のさ、ね、あれですよ、こう、なんかクリリンがこうガーンって突進されて、角でギシッギシッギシッってやって、ああああってなって、バーッってやられてさ、あ、デンデがいたからいいもののさ、本当に。あれはドラゴンボーの世界だからクリリン生きてたけど、あんなで本当心臓とか疲れたらマジで死ぬからね、本当にね。闘牛ってだってそもそも一般人ができるの結構命がけなとこない？しかも下手したら死ぬんじゃない？うん。今は YouTuber やってる石橋貴明は闘牛やったテレビだけど。あ、そうなんだ。あ、じゃあ一応できるんだね。じゃあ石橋貴明別にほら芸能人ではあるけど、その一般人の分類じゃん。その闘牛のプロではないから、闘牛の世界では一般人なわけじゃん。いや、石橋貴明は超有名タレントだけど、でも闘牛の世界では一般人と変わんないじゃないですか。そのうまくかわせるとか、あ、そういうところに対してはね、うん、だ、要するに闘牛の世界では一般人だから、一般人でもじゃあできるってことなんですか。でもテレビだから特別にとかっていうのないのかな、どうなんだろう。闘牛配信か。闘牛配信、あれだね。ポンちゃんとサダさんと俺三人でやりたいな。ポンちゃんとサダさんと俺三人でやりたくないですか？絶対楽しいじゃん、そんなの。絶対楽しいじゃん。そんなの絶対楽しいでしょ。佐田さんとか下手したら死ぬんじゃない？わかんないけど生存確率多分俺が一番高いんじゃない、うん、佐田さんなんかトロくて多分もろに空腹食らって死にそうだし、ポンちゃんとかなんか、あ、でもワンちゃん、ポンちゃん一番避けるのうまいかも。ちっちゃいから、なんかほら、なんだろう、ドラゴンボールのスーパー武道伝2で例えたらさ、セルジュニアって攻撃当たりにくいじゃん。セルジュニアってなんか普通の気候弾とかさ、気候弾とかこうなんか、立ちながら撃つと、あれ普通によ、あの、背が低いから結構避けれるじゃん。うん。ねえ。鈴木亜美もテレビで闘牛やってた。あ、そうなんや。鈴木亜美って昔のひらがなじゃない方だね、うん、はあ。ちょっと今イメージしたら面白い。もしポンちゃんがさ、闘牛配信してさ、こうやって赤いなんかこう旗みたいな持ってさ、それが牛が突進してきてさ、もろにバーンとか吹っ飛ばされたらさ、いやめちゃめちゃウケ。いやでも死んじゃうし、死んじゃわない、大丈夫。佐田さんとか絶対避けるの下手そう。下手っていうか、トロいから絶対モロに食らいそうだし。うん。いや、三人でね、闘牛配信やったら面白そうだね。うん。でもさ、あれってさ、仮に避けきれなかったらどうなの？え、マジで下手したら大怪我するんじゃないの？ほんと最悪死ぬんじゃないの？どうなんだろう、わかんないけど。だって、あれ、闘牛って本当にガチで避けれなかったらマジでやばいんじゃない？わかんないけど。下手したら大怪我するし、最悪死ぬんじゃない？わかんないけど。え、どうなんすか？
って最悪大怪我する、最悪死ぬっていう状況で一般の人が闘牛なんてできんのだって。だから闘牛とかやるさ、なんかとこあんの、なんかお金払ってさできるとこあんの、そもそも。だって普通に下手したら死ぬじゃん、下手したら。そんなのできるとこあんの？あ、スペインとかならできんの？あ、そうなんだ。子牛とかならできる。あ、当たっても死なない程度の？なるほど。まあ、子牛だとしてもちょっと面白そう。スペインで7月に祭りがある。あ、確かに確かに。なんかそんな見たことあるわ。確かにスペインとかで、なんかこう、なんだろう。闘牛してるような動画とかなんかネットに出回ってるよね。確かに日本じゃないのかな、子牛ぐらいだったらあるんかね。うん。いやほんと下手したら死ぬよね、マジで。ほんで ガチのさ、でかい牛とかにガチで突進されたら打ち所悪かったらマジで死ぬよ。本当に命がけの配信だよな。ねえ、本当。いや、ポンちゃんとサダさんと俺3人で闘牛配信やったら絶対盛り上がりそうだな。まあということでね、ちょっと大谷翔平のあの聞いたいことから結構それちゃいましたけど、はい、あの大谷翔平のことを皆さんに聞きたいかっただけの枠です。はい、もうあのかそってきたのでそろそろ終わろうかな。コラボあるのかってあり得るのか。まあ、あれ佐田さんは絶対あのコラボしようって言ったら絶対あのすると思うけど、まあ問題はポンさんですよね。ポンさんは俺のことをどう思ってるか知らないから今、うん、俺が一緒にどっか行こうよって言って来るか分かんないからね、ポンさんは。サダさんは絶対来るって言うと思う、うん、ただポンさんが分かんない、うん、いやー、まあそんなこんなでね、はい、そんなこんなでいや、そうそう、終わるか。もう話すことなくなってきたし、芝刈り機うるさいし。うん。ということで、皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした、皆さん。私の一番可愛いところに気づいてる、そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる、そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた、だからそれ可愛い、あれ可愛いなんて、誰可愛い、それ可愛いなんて言わないで、私以外なんてやだなんてありえない。ということでお疲れ様でした。またね、バイバイ。バシャバシャー。どうも朝倉海です。ということでお疲れ様でした。